2023年1月17日、日本の軍事ブログサイト航空万能論において、激戦が続く東部ドンバス地方ドネツク州のバフムート近郊の戦況について投稿があり、それによると北東近郊のソレダルがロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊によってほぼ制圧されたとしているほか、南の近郊にあるクリシェイフカがロシア軍に制圧された可能性があるとされているよ。ソレダルの西北にある鉄道駅のシルジ駅周辺で、ワグネル戦闘部隊と思われる兵士が記念写真を撮る画像が出回っていることから、ソレダルがほぼワグネルによって制圧されたことは間違いないとしていて、そのことでバフムートとドネツク州北部のシベルシクをつなぐ幹線道路である T513 も遮断されている可能性が高いとしているな。ワグネルは目下ウクライナにとって最大の脅威部隊だよね。さて今回は、バフムートの陥落が時間の問題であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。バフムートの南 5km ほどのところにあるクリシェイフカが制圧されたとする、ウクライナ軍に参加しているチェコ人義勇兵のツイッターへの投稿をもとに、コンスタンチノフカからバフムートにつながる幹線道路の T504 もまた遮断される危機に瀕しているとして、T513 と T504 の両幹線道路が遮断されることでバフムートへの補給路が細い地方道路のみになるため、同市のウクライナ軍が危機的状況に陥る可能性が高いことを指摘しているよ。ただ、このクリシェイフカを奪われたとしたチェコ人義勇兵のツイッターは現在削除されているようで、その信憑性については定かではないな。ウクライナ軍があくまでバフムートを死守するのか、あるいは密かに撤退するのかは現時点ではウクライナ側からの公的な情報がなく全く不明であるが、いずれにしてもバフムートとその周辺をめぐる戦闘はクライマックスを迎えようとしているのかもしれないぜ。ウクライナおける戦闘についての情報はここしばらくバフムートをめぐるものばかりだもんね。そうだね。同じ東部ドンバス地方のルハンシク州や南部のザポリージャ州とヘルソン州からの情報がほとんどなく、これがウクライナ軍による情報統制のためであるとする見方があるよ。実際に昨年9月、ハルキウ州で反攻を仕掛けた際には南部戦線での反攻をほのめかしておきながら、その実はハルキウ州に兵力を集中させ一気に攻勢をかけたことがあるんだけど、その際には完全な情報統制を敷いていた前例があり、今バフムートが危機に陥っているのを承知しながら増援を送った気配がないことから、バフムートを制圧されることは想定内であり、ロシア軍と世間の注目を引きつけるだけ引きつけておいてから、守備部隊を退却させる段取りになっているのではないかとの見方もあり、近々どこかで反攻を開始する可能性を指摘する声もあるみたい。その根拠として挙げられているのは、一つには昨年ポーランドがウクライナに供与した200両以上とされる主力戦車 PT-91 とファルディの存在で、この2個機甲旅団を編成できるだけの PT-91 が未だに最前線に姿を見せていないことだね。PT-91 は旧ソ連製の T-72 をポーランドが独自に発展させた戦車で、その操縦方法などについてはウクライナ軍兵士にとっては西側戦車よりも馴染みやすいはずであり、それが未だに温存されていることでウクライナ軍がどこかの戦線に投入する可能性があるというよ。そしてもう一つの根拠は三国志における食の諸葛亮孔明と称されているウクライナ軍のザルジニー総司令官の存在。ザルジニー総司令官については東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉雄氏が次のように語っており、ザルジニーは食糧軍人で2014年から2015年のドンバス地方におけるロシア軍との戦闘でドンバス地方担当指揮官を務めていて、人格はまともで経験が豊富、彼がフリーハンドで作戦総指揮を任されているのが大きいと称賛しているんだ。そのザルジニー総司令官は1月17日にポーランドにおいて、アメリカ軍のミリー統合参謀本部議長と初の会談を行い、今ウクライナ軍が緊急に必要としている兵器や装備について概要を伝えたことを明らかにしたよ。総司令官は SNS のテレグラムに声明を投稿。私はミリー統合参謀本部議長にウクライナ軍がすぐに必要とするものを説明したとして、それが充足されれば、我々の勝利を加速させるだろうと述べたんだ。ウクライナ側では、
現在南部や東部を侵略しているロシア軍を国外に追い払い領土を奪還するためとして、西側諸国に対して強力な新型戦車を供与してほしいと働きかけているな。ザルジニー総司令官は昨年12月にイギリスのエコノミスト誌のインタビューで、ロシア軍を撃退するには戦車300両、歩兵戦闘車600から700、榴弾砲500門が必要不可欠だとの考えを示していたぜ。今回の歩兵戦闘車の供与とイギリスが戦車の提供を決定したことが、果たしてこのザルジニー総司令官の要求に応えるものであるかどうかは不明ではあるけど、タイミングから見てアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO が、ウクライナ軍の要望に応えようとしている可能性が高いと見られているね。2022年2月24日にロシアが侵略を始めてから、長引く戦争に西側諸国にはゼレンスキー疲れあるいはウクライナ疲れと呼ばれる支援疲れの傾向が見えていて、ウクライナへの支援継続が危ぶまれていたんだけど、10月から始まったロシア軍の巡航ミサイルやドローンによる民間インフラ施設への無差別攻撃によってインフラ施設の破壊のみならず、ウクライナの一般市民の犠牲が増大するにつれて西側諸国のロシアへの非難が強まったことが、再び西側諸国の結束を固めたのではないかとの見方が出ているみたい。やりたい放題のロシアを見過ごすわけにはいかないもんね。アメリカ軍は17日、オクラホマ州の陸軍施設フォートシルで約100人のウクライナ兵に対して、先日ウクライナへの供与を発表した地対空ミサイルシステムパトリオットの使用訓練を開始したことを明らかにしたよ。この訓練には数ヶ月を要する見通しとされ、かねてからウクライナのゼレンスキー大統領が熱望してきたパトリオットの配備が実現することで、両国の協力関係のさらなる強化が期待されているんだ。また AP 通信によれば、15日にはドイツ国内で約500人のウクライナ兵を対象に、歩兵部隊と榴弾砲などの下方に歩兵戦闘車を効果的に連携運用するための訓練が始まったとしているね。アメリカ軍では昨年末までに約3100人のウクライナ兵に同様の訓練を施しており、今後はその規模をさらに拡大させる方針としていて、ウクライナ軍が招集した新兵によって機構部隊が編成される可能性が示唆されたよ。そして、アメリカ国防総省が17日に、オースティン国防長官とミリー統合参謀本部議長が、ドイツ西部のラムシュタイン米空軍基地においてウクライナへの軍事支援を協議する関係国会合が19日に開かれることを発表したんだ。この19日に開催される会合ではこの先のウクライナへの軍事支援について話し合われるとみられ、ウクライナ側が切望している西側の新型戦車の追加供与が公表される可能性があるとの見方が広がっているね。その一方で、ロシアによる無差別爆撃による民間人の犠牲が増えていることへの懸念が広がっていて、国連人権高等弁務官事務所 OHCHR が1月16日に発表した声明によると、昨年2月以降にウクライナで殺害された民間人は7000人以上に上り、その内訳はウクライナが支配する地域の6536人とロシアの占領地495人というぜ。声明では OHCHR が確認した民間人の犠牲者のほとんどは、榴弾砲などによる砲撃や多連装ロケットシステム、巡航ミサイル、航空機からの空爆など広範囲に被害を与える兵器の使用によって引き起こされた。そして砲撃や空爆によるものが大半である点を指摘した上で、民間人の死亡者は7031人を確認したものの、その報告には裏付けが取れていないものが多いことに加えて、激しい戦闘が行われている地域が多いため調査団が現地に入ることができないことから、実際の犠牲者数はこの数字よりもはるかに多い可能性があるとしているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。